クが聞こえます。おー、ここだって。グリンゴッツみたい。これローブ持ってたら欲しいね。
ケースなんだこれ。これだけ見るとちょっとわかんないよね。わかんないわかんない。クルミかなんですか。タトゥーシールだって。これ闇の印のタトゥーシールだって。面白い。いいじゃんこれ、おもろいよ。面白いけどさ、インするときしか。大阪行かなきゃ。助けに。これは百均すぎる。ちょっとね。これつけてる人いっぱいいた。でもいい、私自分で持ってる。タイムターナー。めっちゃも。バジリスクの牙ペン。こんな長くなかったよね。これさ、これだけ見たらわかんないよね。わかんない。ただのドクロ的にしか見えない。意外と可愛い。いつつけるの？いつつけるの？またそればっかり言うつけるの？あんたが好きそうなやつ。好きそうなやつまた見つけちゃった。闇ばっかじゃん。闇だけじゃん。でも一番いらないの。デメンターとかいらなくない？いらない。ベラトリックスとかがいいな。そしたら。か、マルファイ。マルファイだろう。これつけてる人いた。さっきこれにあの緑の生き物つけてる人。かわいい。これすごすぎる。すごすぎる。だってこれフェルトだもん。フェルトだよ。作れんじゃん。これかわいい。不死鳥。ハーマイオニーとロンなんだろうね。あいついいんじゃん。これピーターペティグリーじゃない。まあ買う人は買うだろうね。かわいい。うん、かわいい。バッグにさ、ホグワーツあるの。え、いいね。グラス買おうかな。ルーモスマキシマ。全然なんだ。全然じゃねえかよ。
たやつ前。これアンブリッジの部屋みたいに飾る人いそうだな。前回の覚えていますでしょうか。せーの。え、誰？ねえ、うちはリドルに呪われてるよ。これうちら何個も持ってるの。これいいね。え、面白い。これアフリットが出る可能性がある。え？結構大きいね。男の人も着れるように。この絵柄が可愛い。あんまハリーポッターってバレないしね。そう。